こんにちは、緑川です。今日は、V ネックのカーディガンを編もうと思います。はい、V ネックのカーディガンはリカチャンネル編み物部では初めてになると思います。はい、頑張って編んでいこうと思います。はい、でデザインはね、もう頭の中でできて、試し編みもね、実はね、もうものすごいね何回ぐらいだろう、はい、6回か7回ぐらいね、編み方をね、考えるのに、はい、試作をしてみました。で、やっとね、形にできそうになりましたので、今日ね、編んでいこうと思います。使いますのはこのメランジテイスト 60g 入りのブルーですね。これ11玉買えたんですね。はい、それでなんとかねこれをバッグとかではなくね、着るものにしたいなという感じなんです。すごくね、素敵な色で、見たことないようなね、ブルーとグレーが混ざったような色で、はい、これをこのまま、はい、引きずれをせずに、このブルーの色を楽しめるようなカーディガンにしたいなと思ってずっと考えていたんですけれども、はい、やっとね、デザインが決まりましたので、編んでいこうと思います。はい、ブルー585番です。ダイソーさんのメランジテイスト。アクリル80、ポリエステル20です。こちらは 60g、108m ですね。秋冬のメランジと量は同じになります。かぎ針は指定の8号でね、編んでいこうと思います。はい、まずはね、いつものように、衣類の場合はゲージを取っていこうと思います。で、こちらにね、一応目安が書いてあるんですね。13目で7段。ですが、私ちょっとね、こうふんわりゆったり編む方なので、はい、ちゃんとね、ゲージを取って自分はどうかということをね、見ていこうと思います。皆さんも、はい、編みやすいかぎ針があると思います。私は今回8号ですけれども、7号がいいわという方もいらっしゃると思いますので、やはりね、衣類はゲージ、はい、大事なのでね、取っていきましょう。で、長編みで、はい、10センチあたり何目かを知りたいので、はい、長編みの作り目でやっていこうと思います。はい、これは別途ね、動画になっておりますので、長編みの作り目、初めての方はそちらの動画をご覧になってください。上と下にリンクを貼っておきます。で、最初のね、4目分ぐらいだけ、はい、やっていこうと思います。鎖編み4つ編みましたら、一番左、上半目と裏山に刺して、上糸を取って出していきます。上糸をかけて、左1つ鎖編み、糸を少し出して、上糸をかけて2本、2本、これで長編みが1目です。上糸をかけて、こちらを見て、コブのすぐ上にあるこことここの2本を取って、上糸をかけて出てきて、かけて鎖編み、糸を少し出して2本、2本ですね。はい、これを繰り返していきます。上糸をかけて、今度は2番目のここの2本を取ります。上糸をかけてくぐって出てきます。上糸をかけて鎖編みを1つ、上糸をかけて2本、2本、上糸をかけて編み地を縦に見て、次はこことここ、はい、ここが土台の目ですね。長編みの上糸をかけてくぐって出てくる、上糸をかけて鎖編み、上糸をかけて2本、上糸をかけて2本、これで、はい、鎖編み3目の立ち上がりと長編みが4本できています。で、これでまずね、10センチあたり何目かを知りたいので、はい、20センチぐらい編んで確認しようと思います。鎖編みの方も20センチ分ぐらい鎖編みを編んで、長編みを編んでみてください。はい、長編みの作り目をしてきましたので、2箇所ぐらいで目数をね、数えてみようと思います。編み地伸びますのでね、軽く伸ばして、はい、数えていこうと思いますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ぐらい、はい、こちら側でも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 はい、3箇所目も数えてみます。私の場合11目で、はい、いいようですね。はい、ではね、これから一緒に計算をしていきましょう。はい、計算が苦手なのでね、電卓を使っていきます。私は今日は
10センチが11目と決めました。そして、襟ぐりは私はいつも56センチで作っています。ではこれが何目かっていうのは、はい、11×5.6 倍ですね。私の場合は11×5.6 は 61.6 になりましたね。 61.6 目ぐらいということです。はい、この前後ですね、だいたい61とか62目ぐらいという感じです。それではね、これを当てはめていきますね。はい、ここはいつも通り 30%、 18%、 18%、 こちらが後ろ身頃、これが、肩のところですね。はい、そして今日は V ネックなので前身頃がありません。ではこれを計算していきますね。61.6、 悩ましいですが 61.6×30%、 それから 61.6×18% はこれで目数を計算しますね。 61.6×30% は、ほら、ちょっと待ってください。 61.6×30%、 18.48。 はい、それからこちらですね、 61.6×18% は 11.08 でした。はい、で今日はこの目数を奇数でやりたいので、ここは今日は私は11目にしてみますね。そしてここがね、悩ましいですね。19、まあ 18.48 なので17にするよりは19目と仮にねやってみます。はい、なので、ここが19目、ここが11目、11目になりました。そしていつものようにこの角に増し目ポイントで1目ね足します。はい、ではね、これを計算します。19足す11足す11足す、最後の4目です。これが何目になるか、はい、19足す11足す11足す4目は45目ですね。はい、では私の作り目は45目になりました。45目分ね編んできました。今回のは V ネックなのでこういう感じですね。はい、ここからこちらを増やし目をしながら V ネックにしていくので、こういう感じになっています。はい、それではね、早速始めていきましょう。今日は長編み、普通の長編みと、あとね、長編みの玉編みをしていきます。で、一番最初に、長編みの玉編み、はい、やっていきますね。はい、一番最初のところに、はい、長編み立ち上がりをいたします。はい、長編みの立ち上がりについては、詳しい動画がございます。上と下にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってみてください。はい、ではやっていきます。長編みの立ち上がりの途中までをやって、ここに、はい、玉編みをいたします。長編みの途中、上糸をかけて同じところに、はい、足をしっかり伸ばしてふんわり、すごいね、やっぱりすごく綺麗な色ですね。
ここで全部閉じますね。はい、このようになりました。次に鎖編みを3目いたします。はい、そして同じところに同じように長編み3目の玉編みをいたします。同じところですね。長編みの途中を1つ2つ3つ、はい、4本になったらかけて閉じます。はい、この次ですが、玉編みの隣には鎖2目いたします。はい、この次は1目スキップしてまず長編み、そして、私の場合は肩のところが11目という計算だったんですが、この今スキップした1目も含みます。はい、なので今ね2番目になっていますから、ここからね長編みをまずね9本編みますね。9本、はい、ここまでねおさらいします。まず一番最初の目に長編み3目の玉編み鎖3、同じ目に長編み3目の玉編み、その次に上は鎖2目、下は細編みを1目スキップしました。その後1目ずつ長編みを 1,2,3,4,5,6,7,8,9 いたしましたね。で、私の場合この肩のところは11目なので、ここまでが肩になります。はい、ここをスキップしますね。そしてここに次の長編みを編みますが、ここは左右対称なので、玉編みの次にここに鎖2をしましたから、ここも鎖2を編むことになります。はい、鎖2を編んで、それから1目スキップして、ここに長編みの玉編み、長編みの途中を3目編んで、針に4本になったら閉じる。鎖編みを3目、同じところに長編み3目の玉編みをもう1回作ります。ちょっとね糸が、はい、糸がね割れますね、ちょっとね、はい、ちょっとね修正したいですね。はい、はい、もう一回長編み3目の玉編み4本になったら閉じますね。はい、でね左右対称に作っていきますので、こういう風になります。玉編みの前後は必ずね鎖2と、はい、覚えていきましょう。そしてその次はここも鎖編み1目スキップしますね。はい、スキップです。19目分のうちの2目がこの土台のスキップにね使います。はい、なので2目引いて、私の場合後ろ身頃は19目なんですが、この細編み1からスタートなので、ここで1、終わりにも1使うので、長編みを2引いた数の17本になりますね。はい、数を確認します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ですね。そして私はここにスキップした目があって18、これからスキップする目を入れて19で、はい、後ろ身頃を19目にいたしますね。はい、ではここから鎖2を編んで、1目スキップしたところに角の玉編みを出します。鎖を3目、はい、そして同じところに長編み3目の玉編みを編みますね。はいはい、そしてこの後は必ず鎖
鎖編みが2つ、土台の細編みは1目スキップ、そしてここから肩の長編みが始まりますね。必要な目数のマイナス2の本数を編んでおきます。私はここを 11-2 で9目になりますね。はい、9目編むとあとね2目残っていますね。ここはスキップする部分です。では玉編みを編む手前なので鎖編みを2目編んで、そしてマーカーをつけているここの最後のところに、はい、また玉編みをしていきますね。はい、長編み3目の玉編み、鎖を3つ、同じところに長編み3目の玉編み、はい、これでこの1段目といいますか、はい、細編みはちょっとね段数に入れませんが、長編みの段1段目が終わりました。これがね左右対称になっています。編み始めのところをねもう一回確認しましょう。ここ間違っているとね次からおかしくなるので、もう一度念のためおさらいいたします。はい、まず1目目に長編み3目玉編み鎖3、同じところに玉編み長編み3目の玉編み、土台を1目飛ばして鎖2、そして、肩の本数マイナス2の数を長編み、土台を鎖1開いてここは鎖2、次の目に玉編みのセットですね。いつもこれは同じです。玉編み3目の長編み3目の玉編みと鎖3同じく、でいつもこの玉編みのセットの左右は細編みが1個スキップがあって、ここは鎖が2目ですね。ここは3目です。はい、ここも同じです。私は19目だったけど2を引いて17本の長編みがあって、ここでスキップした18、スキップして19と目数が揃っていますね。そして玉編みと長編みの間にはいつも鎖2というルールになります。そしてこちら側も同じです。はい、玉編みが終わったら鎖2、土台は1目スキップ。私はここが11目なのでこの1、2を引くから9目なので、ここが9本の長編みで10、11と目数は11目を使っています。そして鎖に玉編みという流れですね。はい、これはねとっても大事なんですでね、ここに行き着くまでに、はい、大変な試行錯誤を頑張りました。はい、それではね、はい、2段目に行きます。はい、はい、それではね2段目をやっていきます。はい、ではね、ここの鎖3目のところにこれと同じことをこれからいたします。はい、やっていきますね。構えて押さえて長編みの途中まで、はい、それから長編み3目ですからまず3つ、はい、4本になったら閉じて鎖を3つ、同じところに長編み3目の玉編みです。閉じます、鎖、はい、そしてここでねもう1個玉編み作ります。はい、もう1個作りますね。そしてちょっとね右に寄せて、ちょっとねここにもねもう一回作りますね。はい、同じところに玉編みを3つ作ります。はい、はい、このようになりました。同じように長編み3目の玉編み鎖3、玉編み鎖3、玉編みとここのところにね3つ編みました。
次に行きます。玉編みの後はいつも鎖2というルールです。はい、そしてここですね。はい、ここの鎖2で開いたところには長編みを2本編みます。これもね、決まりです。なのでこのスペースにはいつも長編みを2本編みます。はい、そしてこの長編みをしたところ、ここはこの通りに編んでいきます。はい、この通りですね。はい、長編みの上に長編みを1本ずつ積み立てるという風に編んでいきます。同じようにね、はい、編みました。そして下の鎖2のスペースが来たので、ここはいつも長編み2本というルールです。必ず長編み2本です。はい、それからここね、後ろの肩のところ、はい、ここはこれと同じことをいたします。全く同じです。鎖2、真ん中に長編みの玉編み、長編み3目の玉編みをいたしますね。4本になったら閉じて鎖3、同じところに長編み3目の玉編み、閉じます。はい、ここはね、これで終わりです。こことここ同じことをいたしました。はい、玉編みの後はいつも鎖2、そしてここですね、鎖2のスペースには長編みを2本、これもね、ずっと同じルールです。はい、その後は下の長編みと同じように長編みを一つずつ編んでいきますね。はい、長編みまで編みましたら鎖2がありますので、長編みを2本、そして玉編みに移る前だから鎖を2編んで、はい、そして真ん中にまたね、下と同じものを作るですね。はい、1、2、3、長編み3目の玉編み。はい、これ社長さんの毛かもしれないですね。すいません。はい、そして玉編みの後はいつも鎖が2、はい、そしてこのスペースには長編みが2というふうにね、ルールがだんだん分かってくるかなというところです。そして長編みが来たらその通りに編んでいきます。ここはね、増し目なしゾーンですね。はい、下の鎖2のスペースには長編みを2本編みました。はい、そして今度は玉編みをするところが来たから、まずは鎖2をね、これを忘れないように。はい、そしてここは初めと同じようにこの玉編みのセットがね、3つここに作りますね。長編みの3目の玉編みを3つ作っていきますね。はい、1つ目で1、2、3、はい、2番目を作りますね。はい、閉じたら鎖を1、2、3やって、もう1回ね、3個目を作りましょう。閉じました。はい、これでね、2段目が終わりなんですね。はい、ちょっとね、便宜上細編みはね、ちょっと段に入れないでおきますね。作り目ということで。で、今ね、このようにね、なりました。すっ
ごい綺麗な色ですね。本当初めて見た色ですね、毛糸の。とっても素敵です。はい、はい、でこのようになってきまして、半分にね折ってみますね。そして合わせるところはこの玉編みの3の鎖編みのところね合わせます。はい、でここはね、こっち角ですね、奥の2番目の方が角になります。はい、こっちもここの2番目、こっちが角になります。こっちが前身ごろになるから、でこの角と合わせる感じ。はい、こんな感じですね。はい、そして今からこう増やし目があるので、この玉編みがこんな風にねなってくる予定なんです。一応ね、はい、うまくいくといいなと思います。それではね、3段目を編んでいきましょう。はい、それではね、3段目をやっていきます。3段目、2段目とね、ちょっと違いますので、はい、集中して頑張っていきたいと思います。まずここ、はい、玉編みが下に3つありますが、まず最初、この鎖3のところには、同じように長編み3目の玉編みを2つ作っていきますね。やっていきます。長編みの立ち上がりをしながら、途中で止めます。はい、そして長編みの途中をあと2つふんわり編んでいきます。閉じます。鎖3、同じところに横にもう1回玉編みを編んでいきます。はい、下の段と同じように編みました。はい、そして、次はここで鎖2しますね。ここルールでしたね。そして次なんですが、ここ真ん中のこの玉編みの頭、これですね、ここ、はい、こちらから見ると分かりますね。はい、裏から見て分かりづらい時はこれですね、ここ、はい、はい、ということはここということがわかりますね。はい、ここに長編みを1つ編みます。はい、ね、玉編みが終わった後に鎖2をして、真ん中の玉編みのここに、はい、表から見るとこのここですね、糸が集まっている、はい、この玉編みの頭に長編み1をいたしました。そして鎖2、はい、そうしましたらここにまた玉編みを2つ作ります。はい、ここを長編みを中心にシンメトリーにしますね。はい、この辺もねすんごい悩んだんですね。はい、すごく悩んで何回もね編んでほどいて編んでほどいてね頑張ったんですけど、この玉編みを入れた V ネックでこのメランジテイストブルーで編みたいなと思ってね、はい、頑張って考えてみました。このようになりました。でここには同じように長編みの玉編みのセットを作って、鎖2までルール通りだったんだけど、ここに一つね長編みが加わりました。そして鎖2をやりました。そしたら今度はここだけを見ると同じことをやる感じですね。ここの上に長編み3目の玉編み、鎖3、玉編みというふうにね、ここだけ見ると同じことをやっています。はい、こちら側もここだけ見ると同じことをやっているけど、間に長編み1、こう両脇には鎖2がおります。はい、ここまで、はい、できたらちょっとほっとしましたね。はい、そして玉編みの後はいつも鎖2と決まっています。そしてここもそうですね、鎖2のスペースにはいつも長編みを2でしたね。はい、はい、そしてずっとねルール通りです。ここ長編みがあるところは長編みを順番に編んでいきますね。
長編みはこちらからです。裏から見ているので頭は左寄りにありますから、間違ってね鎖編みを編まないようにね気をつけましょう。はい、ここまで来ましたらここは長編みを2、そして玉編みをする手前には鎖を2、玉編みをします。いつも同じ目数で玉編みをここには作ります。はい、3、はい、同じです。はい、そしてこの後は玉編みが終わったら鎖2、その次は下の鎖2に長編みを2、ここもずっとね同じです。そして長編みが来るから長編みをこのまま編んでいきます。はい、端の長編みのところまで来ました。下のここは長編み2を編むでしたね。はい、長編み2を編んで、そして鎖2を編んで、そして玉編みに向かいますね。終わったら鎖2、下の鎖2に長編みを2、はい、あとは長編みの通りに長編み、はい、下のところに来たからまず鎖を長編みを2つ、この後に鎖を2、長編みの3目の玉編み、閉じて鎖3、長編み、はい、そしてここね、ここの特別ルールでした。ここの真ん中に、長編みですが、ここに鎖2ですね、玉編みの後だから鎖2をしておいて、真ん中のこの玉編みに長編みを1、はい、そして鎖を2、この、長編みでこう左右対称のここが中心ですね、長編みにこれをもう一回こちらでもいたします。だからこの段だけは玉編みがここにね4個あるんですね。なので234と、はい、増えました。はい、これで3段目が終わりましたね。1212の間にね長編み1がございます。はい、これをね考えるのにはい、苦労しました。それではね、こんな感じになっております。ちょっとね全体を見てみましょうね。いいですね、このような、はい、カーディガンになってきます。はい、でね、この襟ぐりはまたね縁編みを、はい、何かをしたいなと思っております。それではねやっていきましょう。はい、はい、では模様編みが始まった、4段目をやっていきます。はい、いつもここは玉編みで始まります。糸を出して巻いてスペースから、はい、いつもねこのスタートは同じです。ふんわり編んでいきますね。長編み3目の玉編み、鎖3、同じところに同じように
編み、はい、玉編みの後はルールは鎖2でしたね。はい、ちょっと待って、鎖2ですね。そしてここね、さっきの段いつもとなんだか違うことをねした感じですが、適用するルールは同じなんですけど、まずここはね、長編み2を編みます。長編み2を鎖2だったこの空いてるところにね、長編み2を編みました。鎖2して長編み2、そしてこの1本だけある長編みの上にも長編みを普通に編みます。そしてこの鎖2のスペースにも長編みを2編みます。そうするとここの長編みが5本並ぶことになります。はい、次は鎖2です。はい、そしてここに玉編みをいたします。鎖3、玉編み、鎖2、はい、そうすると、はい、ここね、ここは長編み2でしたね、いつもね、はい、そしてこのまま長編みを編んでいくでしたね、はい、はい、そうしましたらここの後ろ身頃のこことここは、はい、前の段と全く同じなので、この終わりの方をねまた動画の中でいたします。はい、反対側の方にね来ました。今ね長編み2が終わったところです。では次は玉編みに入るから、まず先に鎖2をやって、そしてここの玉編みに入りますね。ここには玉編みのセットを編んでいきます。3目、はい、ここにも長編み3目の玉編みのセット、そしていつも玉編みの後は鎖2、はい、この次はここですね。はい、ここに鎖2を編みますね。玉編み鎖2をしましたら、下のこの鎖2に対して長編みを2本編んで、ここに長編みを1本編んで、隣にも長編みを2本編んで、はい、ここにね長編みが5本並ぶという風になります。そしてここですね、はい、左右対称だから鎖2をやって、そして玉編みで終わる感じですね。はい、ここはねいつもと一緒です。はい、1,2,3、最後の玉編みを、はい、ふんわり編みましょう。はい、これでこの段が終わりましたね。はい、広げてね見てみます。だいぶね、はい、セーターカーディガンっぽくなってまいりました。ではねこれをね半分にね折り曲げてみますね。はい、このようにねだいぶ、はい、Vネックがねできてきていますね。はい、このね玉編みのところが、はい、縁になっていきます。はい、いいですね。すごい本当に素敵な色ですね。それでは5段目、はい、5段目いきましょう。5段目も一番最初は同じになりますので、はい、ここをね長編みの立ち上がりをしながら玉編みを編んでいきますね。はい、1,2,3、閉じて鎖3、同じところに長編みの途中を3目、はい、閉じる。はい、そしたら今度どうなっているかというと、ここにね
前身頃ができたんですよね。ここで、はい、前身頃ができました。なのでこの後は今までのルール通りにやっていくことになります。玉編みの後は鎖2でしたね。そしてここ鎖2のところだから長編みを2本ですね。今までと同じルールをここにも当てはめていきます。そして長編みが5ありますね。はい、長編みを5本順番に編んでいきます。はい、そしてここの空いている鎖にはいつも長編みを2本ね編んでいましたね。はい、そして玉編みに行く前はいつも鎖2をしています。そして玉編みに移ります。鎖3、はい、で玉編み、はい、玉編みの後は常に鎖に下の段のスペースに長編みを2、はい、ここはねずっと同じルールですね。それでは、はい、ここからここも今までと同じルールで編んで、肩ですね。そして、はい、後ろ身頃もずっとねこの編み方同じですから、ずっとここも編んでいただいて、はい、ここのところをねもう一回動画の中でやっていきます。反対側のね肩のところまでね戻ってきました。はい、今ね 1,2,3,4 5段目はね終わるところになります。でまずねこのスペースに長編み2をいたしました。ここ玉編みのところに行くところだから必ず鎖2をして玉編みを作ります。はい、閉じる鎖3、はい、ここでまた玉編みです。閉じる、はい、そして玉編みの後はいつも鎖2、はい、そしてここのスペースに長編みを2、はい、そしてこの玉長編みね5本できてますね。ここ前身頃がねできているところです。はい、一番最初ね何にもなかったところ1目から発生して前身頃ができてきています。長編み2ですね、鎖編みのところには。はい、そしたら鎖2をして、そして玉編みで終わりますね。このような流れになっていきます。はい、3、はい、もう1個、はい、これで5段目が終わりましたね。だいぶカーディガンらしくなってまいりましたね。楽しみですね。素敵な色で、はい、このようにね V にねなってきてますよね。よかったね。はい、それでは、はい、長編みの6段目ね、はい、やっていきましょう。はい、ここからはね本当にルール通りになっていきますので、はい、とてもね楽になっていきます。もうね下を見ながらやっていけると思います。はい、一緒にやっていきましょう。長編みの立ち上がりをしながら玉編みをするところです。閉じて鎖3、同じところに玉編み、閉じて鎖2。そうすると下にこの隙間がありますね。この鎖2の空いてるところにはいつも長編み2というルールでしたね。はい、そして長編みのところには長編みを編むというルールでしたね。
はい、もうあとはね、今までのルール通りで、はい、新しいことは出てきませんので、これまでのルールをこのまま、はい、当てはめていけば大丈夫です。ちょっとね、絡まっちゃったと。はい、ちょっとね、この段、はい、もうちょっとだけやってみますね。はい、前身ごろはね、突然こう三角でね、できるようにね、なってきました。はい、そして鎖2のところには必ず長編みを2本いたします。そして玉編みに移る前には必ず鎖2をしまして、玉編みをやりますね。はい、1,2,3 玉編みをして閉じて、閉じたら必ず鎖2、そして下の段のところに長編み2、はい、というルールですね。はい、もうあとはね、繰り返しになってきます。スケートもね、ちょっとになってきましたね。はい、繰り返しになってきます。はい、このような感じですね。はい、楽しみですね。はい、今ね、1,2,3,4長編みの段が今ね、6段目を始めたところになります。それでね、18センチ、はい、ではね、この段をまずね、やっていきます。はい、長編みの段をね、7段目まで、はい、編み進めて、今ね、広げてこんな感じになっています。はい、ではね、折り曲げてみます。はい、このね、角と角を合わせて、はい、編み地を整えて採寸していきますね。はい、角と角を合わせて、はい、編み地をきれいに整えます。綺麗にね、斜めに、はい、なってきています。はい、そしてちょうどいい感じにね、なってきたかなと思います。ではね、横幅を何箇所かで測ってみます。46センチほどに今ね、横幅ができています。そしてこの袖の方ですね、袖の高さ、はい、袖の高さが今ね、だいたい18センチぐらいになっています。そして次の段で長編みを編むときに、はい、あの袖と身ごろを分割するので、おそらくね、20センチぐらいのところで分けれそうなので、はい、これでね、いいかなと思います。私の場合は、次の段8段目、はい、8段目で分割という風になりました。これはね、皆さん各自ですので、はい、ここのね、ゆとり、私の場合は次の段なのでプラス2センチぐらいで、20センチぐらいで脇袖口の、開き具合が、はい、見た目が20ですね。で、ここからね、脇も私少しね、身ごろを足したいんですね。50センチ幅ぐらいがいいので、あと少しだけ脇を足したいなと思います。これでぴったりの方は延長しないでずっと編むことができます。はい、長編みを7段編んだところで、女子マネさんに試着をしていただいてます。はい、ちゃんと V ネックになってね、よかったです。はい、そして横から、はい、見たところ、はい、社長さん来ましたね。はい、女子マネさんが試着すると必ずやってきます。はい、このような感じで、はい、なっていますね。はい、はい、それではね、続きをやっていきましょう。